北朝鮮が最大20発の核弾頭を保有しているものとみられるスウェーデンのストックホルム国際平和研究所が18日明らかにした。シピーリがこの日発表した、2018年年間でこのような内容を含めた世界各国の今年1月基準、核弾頭保有推定値を公開した。 シピーリは米国ロシア英国フランス中国など国際社会が認めた核保有国語核二に,に加え、インドパキスタンイスラエル北朝鮮まで旧核二が核弾頭を保有しているものとみている。シピーリによると北朝鮮が保有する核弾頭の数は昨年同様10から20発ほどと推定されるという。しかしシピーリは、 北朝鮮は昨年9月に第6回核実験を歴代最大規模で実施し、開発に成功したと発表した都市、特に大陸間弾道ミサイル開発を通じて、技術的な進展を見せていると説明した。また中国とインド、パキスタンは最近1年間、新たに10発ずつ核弾頭数が増えたものと予測した。 しかしシピーリは今年1月現在、世界の核弾頭数1位は14,465発で、1年前の14,935発に比べ、470発ほど減少したと明かした。